リンカーン大統領とケネディ大統領の共通点は、アメリカ合衆国の二人の大統領、エイブラハム・リンカーンと、ジョン・カイ・ケネディの経歴などに見られるとされる数多くの共通点のことである。アメリカでは、テカムセの呪い、ケネディ家の呪いなどと結びつけて語られることの多い、話題で、オカルト系の書籍で題材として取り上げられる場合も多い。 この話題が取り上げられるようになった背景には、ケネディ大統領暗殺事件を検証した、ウォーレン委員会報告書の最終的な結論が、一般人には理解しがたいもので、憶測も含めて様々な陰謀説が、各方面で囁かれ始めたことや、マルコム X やキング牧師、ロバートケネディなどの暗殺事件が続発した、当時の社会不安がある。これらの社会不安と、 歴代大統領の中でも人気の高い二人を結びつけ商業主義に利用した面も否定できない。何らかの因果関係を見出そうとする人々がいるのも事実だが都市伝説の類で単なる偶然の一致とする説が一般的である。共通点には以下のようなものがある。結婚と夫人家族の悲劇暗殺繁盛期の例の中には間違いやご誘導、 こじつけなどがあるという批判もある。例えば、以下のような部分が挙げられる。実際には、両大統領に関しては極めて多くの相違点があり、それらを考慮すれば、共通点を探して、超自然的な意味を見出そうとするのは、無理がある。下記に挙げたのは、ほんの一例である。1992年に、サイコップは、他の大統領間の関係を調べるコンテストを開催した。 このコンテストの入賞者は、ケネリとメキシコのアルバロ・オブレゴン大統領の間に16箇所の共通点を見出した。要するに、何の関係もない人物の間でも、謙虚不快な解釈で関係性を乱すのは、たやすいということである。ベトナムは、1975年に、北ベトナム軍の占領で統一されるまで、北緯17度線を境に、ベトナム民主共和国と、 ベトナム共和国に分断されていた。米空母の現在の命名基準は、正しくは、米海軍の発展に、多大な貢献、業績のあった政治家や、提徳の名である。そのため、大統領ではない政治家、カール・ビンソンの名もある。他に、ミッドウェイ、バンカーヒル、タイコン・デロンガなど、有名な戦地などの地名も用いられた。ジャックルビーは、 暗黒外とつながりがある人物で、オズワルド射殺も、単なる行き通りのためではないとする意見がある。ありがとうございます。